指導精神考慮セピロス剣術まとめ。はあ、こんなにたくさんの書物、試験までに全て見れますでしょうか。あ、先輩、お久しぶりです。何か私に依頼したいお仕事があるのでしょうか。え、ありがとうございます。そう言われてみれば、確かに長いこと会っていませんでしたね。ここ最近、試験の準備をするため、仕事と訓練の時以外はずっと図書館にいるんです。もうすぐ試験なのですが、復習しなければいけないものがたくさんありまして。はい、セピロス騎士団の選抜試験です。私はメイドとして長いこと騎士団にいますが、本物のセピロス騎士になるためにはこの試験を通過しなければなりません。ただ以前にもたくさん失敗しており、今回もうまくいくかどうか。大丈夫です。私一人でなんとかなりますので。これは私自身の試験なのです。自分の夢を叶えるための乗り越えるべき困難でもあります。それに試験まであと何日かあります。モンド城の栄誉騎士様の時間を私なんかのために割いてもらうわけにはいきません。しかし、もし試験当日にお時間がありましたら、騎士団の予定によりますと、あと半年後です。え？半年後は、もうすぐの範疇じゃないのですか？まだ少し日があるとはいえ、しっかりと計画を立てておきませんと、あっという間に時間は過ぎ去ってしまいます。ですので、きちんと計画を立てました。毎日睡眠時間を2時間削り、仕事を1時間早めに終わらせています。それによってできた時間を勉強に充て、これらの本を全て読もうかと。眠くなったらコーヒーを飲み、体力が尽きたら果物の砂糖漬けを。そんなことできません。それに勉強だけでなく、訓練をする時間も設けているんです。実践も試験項目の一つですので。急に一気に話したからでしょうか。少しめまいが。いけません。明日も訓練があります。元気を出さないと。すみません。お見苦しいところをお見せしてしまいました。もう大丈夫です。はい。しかし試験のことを考えると、心が落ち着かないのです。勉強と訓練をしている時だけは気持ちが楽になるのですが、毎回のように準備不足なところを見つけてしまって、不安感がさらに増してしまうのです。それは勉強だけにとらわれてはいけないということでしょうか。確かに試験自体の恐怖を克服できなければ、また同じ過ちを犯すかもしれません。予想外の状況に陥ると思考が止まり、失敗が目に浮かんできて、頭が真っ白になってしまうのです。試験にたくさん参加すれば、試験の雰囲気に慣れることができるのでしょうか。確かに、復習すればするほど不安な点が出てきてしまうんです。試験の時も予想外の状況に合うことがありますし、試験の雰囲気に慣れておけば、冷静に対応できるようになるかもしれません。ですが、一体どこへ行けば試験に参加できるのでしょうか？冒険者協会？試験を通過するだけで強くなれるのですか？不思議です。栄誉騎士様のおすすめなら、私もやってみます。Thank you.
星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。今日はどのような依頼を？ランクアップの試験ですか？少々お待ちください。あなたの冒険経歴と最近の依頼達成状況を確認させていただきます。申し訳ございません、キャサリン様。試験に参加したいのは私です。ノエルさんが？やっと冒険者協会に入っていただけるのですね。今すぐ手配いたします。いえ、私はただ試験の雰囲気を体験しようと思い、まだ冒険者になるつもりはありません。申し訳ございません。そうでしたか。それは残念です。冒険者協会の試験は正式メンバーにのみ開放しております。冒険者の経歴と依頼の達成状況に基づいて内容が決められますので、ノエルさんに手配するのは難しいかもしれません。しかし、もし試験の雰囲気だけを体験したいのであれば、サイリュス会長にお聞きしてみてはいかがでしょう。近頃サイリュス会長は冒険者協会への入会試験を準備されております。ただ内容がまだ決まっていないようです。ですので、ノエルさんが先にお試しで受けてみても問題ないかと思います。実はあなたの加入とも関係がありまして、詳細はサイリュス会長にお聞きください。会長は今エンジェルズシェアで試験内容について考えています。あそこにいるとひらめきを得られやすいとか。試験の具体的な内容はまだ分かりません。協会内部で出されたいくつかの案は全て会長によって否決されましたので。そうなると予想外の出来事に遭遇するかもしれませんね。はい、どのような内容が待ち受けているのでしょうか。エンジェルズシェアタイムサービス中。リーニアのジュエリーですよ。いらっしゃい。遺跡守衛を3体倒す。ダメだ、難しすぎる。新人を怖がらせてしまう。イノシシを3匹狩る。これでは教会の連中が納得しないだろう。おお、君か。それにノエルも。こんにちは、サイリス様。今試験の内容を決めていらっしゃるのですか？ああ、それについて頭を悩ませててな。旅人が風魔流の一件を解決してモンドの英雄になって以来、それに感化された大勢の新人が冒険者協会に加入したんだが、しかしそのほとんどが未経験でスライム一匹にも手こずる始末だから、協会は入会試験を設けることにしたんだ。それはいいことだと思いますが、そうすれば怪我をされる冒険者も減るのではないでしょうか。だが試験が難しすぎたら誰も加入したくなくなるだろう。小さな傷くらい気力で何とかするべきだ。まったく教会の人間は何も分かってない。とにかくすでに2つの案がボツになった。今は俺が3つ目を作成中だ。難易度を現実的なレベルに抑えないとならん。誰か試してくれる人がいれば調整がしやすいのに。あの、サイリュス様、私にやらせてもらえませんか？冒険者協会の入会試験、とても気になります。お？まさか冒険者になるための試験に参加するってことか。それはよかった。ノエルなら最高難易度でも簡単に通過できるだろう。はい、ぜひとも一番難しい内容を。よし、それでこそ冒険者の心意気。じゃあ俺から入会試験のルールを説明しよう。まず冒険者はいつも団体行動をとる。だからこの試験では他の人に手伝ってもらっても構わない。旅人が同意してくれるならノエルと一緒に参加してもいいぞ。次に試験は3つに分けられる。冒険の基礎知識、サバイバルスキル、そして実践訓練だ。この中の2つを通過できれば合格となる。もちろんノエルなら全部満点も難しくないだろう。
うほん。最後に冒険者の勇気と根性を忘れないように、星と深淵を目指せ。星と深淵を目指せ。ははは、威勢がいいな。では早速一つ目の基礎知識の試験を始めよう。冒険者たるもの、豊富な冒険知識を持ってこそ様々な状況に対応できる。これから3つの質問をする。互いに話し合って答えを決めてくれ。第1問。冒険者は常に周囲の環境を把握し、必要な物資を確保する必要がある。では、タンポポの種、ドドリアン、風車アスター、イグサの4つのモンド特産のうち、放浪量一体で取れないものはどれだ？放浪量、確か本にはググプラムがたくさんあると載っていましたが、他の特産についてこれといった紹介は。いえ、考え方を変えなくては。この中で生存環境が特別で放浪量になさそうなのは。そうでした。他の特産は様々なところに分散していますが、風車アスターだけはそのほとんどが風流廃墟、風立ちの地、七天神像の近くにあります。サイリウス様、答えは風車アスターです。正解だ。やはり君たちには簡単だったか。では第2問。冒険者は常に自身の経歴をまとめ、経験したことを記録する日誌を作成する必要がある。ある有名な冒険者がかつてリーユエの大地で探索をし、自分が経験した数々の出来事を記録した。彼が各地に残した日誌を参考にすれば、経験の浅い冒険者でも事前に危険を予知できる。ではその冒険者の名は。経歴をまとめ日誌を書く。どうやら冒険も勉強と同じで、自身を振り返る必要があるのですね。その冒険者については、いつだったか本で見たことがあります。ドラゴンスパインにも彼の功績が残っています。彼の名前は。そうでした、確かロワルド様でしたね。正解。この問題はモンドの冒険者には難しいと思ってたのに、さすがノエルだな。最後の一問は気軽なものにしよう。モンドの冒険者にとって最も恐れをなす秘境、伝説の無風の地。そこは怪人の海。耳鳴りするほどの静寂、その禁忌たる地の名は。怪人の海、無風の地、もしかして。正解だ。この名前をよく覚えておけよ。いつの日か君たちもこの秘境を乗り越えられる時が来る。はは、全問正解。やっぱりこんな問題、君たちにとっては何でもなかったな。だが次のサバイバルスキル試験はこんな簡単にはいかないぞ。しっかり準備してくれ。鹿狩りで待ってる。では今から二つ目の試験を始めよう。星と深淵を目指せ。はい、課題をお出しください、サイリウス様。常に腹を満たし十分な食料を蓄えることは、冒険者にとって最も習得する必要のあるサバイバルスキルだ。だから二つ目の試験は、野外で緊急事態に陥った際、それを乗り越えるのに必要な食料を準備することだ。合格基準は以下の3つ。1つ、材料は野外から手軽に手に入れられるものとする。2つ、調理方法と材料はシンプルで利便性に富んだものとする。3つ、危機に陥った人を奮い立たせることができるものとする。心を熱くする美味しい料理を作るんだ。準備ができたら持ってきてくれ。ノエルの料理、楽しみだな。
材料が簡単で作り方も簡単、それに人を元気にできる料理ですか。先輩、何か思いつきますか。ステーキですか。確かに緊急事態の時に獣肉さえあれば調味料なしで作れます。では準備ができたら料理をサイリス様にお届けしましょう。途中で何かもっといい案を思いつきましたら再度検討してみましょう。試験の時はあまり焦ってはいけません。お、準備できたのか。急がずもう少し準備してもいいんだぞ。ステーキ。やはりそれこそ冒険者の選択。シンプルな材料、豊富なエネルギー、そして一番重要なのが火にかけて焼くだけ。緊急時でない時はしっかり味付けをすることでより美味しくなる。柔らかな歯ごたえ、そして溢れる肉汁、酒と一緒に食べるとさらにいい。そうなのですか。サイリス様がお好きなら私もう何皿か作ってきます。ははそんなわけないだろう。ノエルの代わりに俺がお祝いをしてやろうと思っただけだ。二つ目の試験通過おめでとう。ではこれから最後の試験だ。しっかり準備して冥冠峡谷に来てくれ。星と深淵を目指せ。これから最後の試験に向かうが準備はできたか。はい、準備万端です。よし、冒険者にとって最も重要なこと、それはもちろん実践だ。凶悪な魔物、危険な機械、敵に対峙した時こそ血が騒ぐってもんさ。これが最終試験の内容だ。この付近をさまよっている遺跡守衛を迅速に倒すこと。俺はここで見てるから、しっかりやってくれよ、ノエル。はい、必ず合格してみせます。の重さは安心で。神戸を垂れろ。どうぞお受け取りください。そこ権限は、うん、高く私は下げさ。はぁ、犬のような弱さね。ここよりしまっていました。訓練の時と同じことをすればいいのに、どうしても失敗を恐れてしまって。しかし今回は落ち着いてやれていた気がします。あなた様がそばにいることを考えただけでなんだか安心できました。あなた様がいたからこそ私はこの試験に合格できたのです。ありがとうございます。正式な試験の日、もしですよ。はい、次こそ違った結果になると嬉しいのですが。
お、戻ってきたか。その様子だと、この3つの試験、君たちにとっては楽勝だったようだな。では、冒険者協会入会試験の結果を発表する。満点合格だ。さすがノエルだな。これもすべて栄誉騎士様がそばにいらしてくれたおかげです。ではこれから正式な冒険者の身分をノエルに授与する。これからも積極的に冒険し、勇敢に立ち向かってくれ。星と深淵を目指せ。はっはっはっは。しかし、まさかノエルがやっと冒険者協会に入ってくれるとはな。え、あのサイリス様、すみません、実は私。なーに、そうかしこまるな。会長と呼んでくれ、冒険者よ。すみません、冒険者協会に入るつもりはありません。ただ試験に参加して雰囲気を体験しようと。この先に控えるセピロス騎士団の騎士選抜のために。え、そんな、どうしてこんなことに。もうおすすめの冒険団も考えておいたのに。ああ、ノエル、もう少し考えてはくれないか。別にずっと冒険者でなくてもいいんだ。たまに手伝いに来るだけでいい。そう、騎士団の試験を受けるまでの準備の一環として考えるってのはどうだ。ほら、冒険者がやる業務の中には騎士団のと似たようなものが多いだろう。全ては問答を守るためさ。準備、問答を守る。そうだ、時間はそんなに取らない。毎日4つの依頼だけで。4つの依頼、休憩時間から少し時間を割けば。無意識のうちに同意してしまいそうでした。サイリス様、申し訳ございません。やはり私は。お願いだノエル、手伝ってくれ。手伝いが必要でしたら。はい、すみません、サイリス様、また次の機会にお話ししましょう。